鹿児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。未来への思いを綴るのは吉野兵六狂言同好会の皆さん。吉野ん丸に悪い狐どもがあまた出て、鹿児島に伝わる民話、大石兵六夢物語。あのお菓子のパッケージにもなっている大石兵六のことです。物語の舞台は鹿児島市吉野。あまり知られていないことが結成のきっかけでした。吉野のお話なので、本家本元に何もない、なぜみたいなところもあって、そこで京都の有名な狂言師に脚本と指導を依頼。こうして10年前に生まれたのが新作狂言吉野兵六丼です。羨ましたことじゃ。同好会を引っ張る若きリーダー、東畑コナンさん。高校3年生ながら狂言歴は9年です。子供の頃参加した狂言がすっかりライフワークになりました。吉野を舞台に古くから伝わる民話、そしてそれを伝えるために新しく生まれた伝統、今後も地域の後輩へと受け継がれていくんですね。僕がおじいちゃんになってもこの活動があること、僕はそれを目標にしてます。吉野兵六狂言同好会の皆さんが綴る未来への思いは、狂